えそして今週末はですね再び大雪に警戒が必要となりそうです、ええ、今週金曜日の寒気の予想を見てみますと上空1500メートル付近には平地で雪の目安となるマイ,ナスじマイナス6度のこの水色で示した寒気が日本の南まで降りてくる見通しですまたですね平地でも大雪の目安となるマイナス12度の寒気が日本海まで南下してくる予想となっています、うん このですね。寒気のレベルとしては、今回大雪をもたらした寒気と同程度か。もしくはそれよりもやや強いことが予想されています。今回よりもやや強い。はい。ということは、今回よりも大雪になる可能性もあるいうことです。そうですね。その可能性はあります。そうですはい。加えて、もう一つポイントとなるのは。大雪の期間が長くなる恐れがあるということです。この寒気はですね。金曜日に流れ込んできた後。 25日クリスマス頃まで居座る予想となっています今のところの見込みで特に警戒が必要な期間は平地では23日金曜日から24日のクリスマスイブにかけて、はい、山沿いでは23日金曜日から25日のクリスマスにかけてとなりそうです、はい、今週末は再び交通機関に大きな影響が出たり停電が発生する可能性があります 明日あさってのうちに大雪への備え、また買い出しなどは済ませるようにしておいてください。